はいどうも、講師歴23年目ダウギターチャンネルの山本です。今日は前回に引き続きモドベースの実力を検証していきたいと思います。では行ってみましょう。では前回ご紹介したモドベースの打ち込んだフレーズですね、それをちょっと続けて聞いてみましょう。では行きます。はい、というフレーズでした。これと全く同じフレーズを僕が生ベースで弾いています。レコーディングに使ったベースはこれ、そしてこれをこのオーディオインターフェースに直接挿して録音しました。ちなみに録音した後に T-Lux のホワイト 2A で軽くまとめて、アンプリチューブでベースのアンプをシミュレートしました。そしてリンデルのチャンネルストリップで少し音を作りました。では聞いてみてください。はい、生ベースの音はこんな感じになります。では次にドラムとのコンビネーションを確認していきたいと思います。まず最初にモドベースとドラムのコンビネーションを聞いてみてください。では行きます。はい、では次にドラムと生ベースのコンビネーションです。どうぞ。ではですね、2小節ごとにモドベースと生ベースを切り替えて再生してみたいと思います。今オートメーションを書きましたので、この山になってる方が音が出る方、谷になってる方が音が出ない方になります。ですので交互にモドベースと生ベースが鳴るようになっています。では聞いてみてください。
では次にオケの中でどう聞こえてくるかというのを確認したいと思います。まずはモードベースからなんですけれども、今回オケはベースがわかりやすくするためにメロディーはあえて入れていません。ですので伴奏だけとなります。ではまずはモードベース行ってみましょう。では次に生ベースとオケです。では行ってみましょう。では先ほどと同じように2小節ごとにモドベースと生ベースを切り替えていきたいと思います。これがオケの中でどう聞こえるかというのを確認してみてください。では行きます。はい、ではせっかくですので全モデルの音を聞いていってみましょう。まずは 60s のプレチオンベースから。では、70sのプレチオンベースです。念のためこちらももう一度再生しておきます。 70s のジャズベースです。
現代的なジャズベースです。ではギブソンの SG ベース系です。ではミュージックマンスティングレイ系です。ではリッケンバッカー系です。ではヤマハ TRB を元にしたスタジオベース。ではバイオリンベースです。ではギブソンサンダーバードベースです。
では、アイバニーズ系のジャパンベースです。では、ワーウィック系フレームベースです。では、フォデラ系ベースです。では最後に、リングウォールというブランドをモデリングしたメタルベースです。はい、いかがだったでしょうか。モドベースの実力が少しでも伝わったでしょうか。すごくね、いい音がしますよね。僕も前まではずっとベースは自分で弾いてたんですけれども、モドベースを買ってからは打ち込んだ方が楽ですし、後で調整も効きますし、ですので、どちらかというと今は打ち込むことの方が多くなっています。それぐらいモドベースは物理音源なんですけれども、実際のベースに聞こえますし、もう音も全然生ベースに負けてない感じです。ぜひね、よろしければ手に入れて触ってみてください。では、今日はこの辺で、よろしければチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。